即座説はパウル・エールリヒが生細胞の免疫応答を説明するために提唱した理論である。エールリヒは彼のキャリアの非常に早い段階から化学構造を使用して感染症に対する免疫応答が起こる理由を説明できると考えていた。彼は毒素や高毒素の性質がほとんど知られていなかった時代にそれらは化学物質であると信じていた。 この理論では、血液中の抗体と抗原の相互作用、及び抗体が作られる仕組みを説明している。1891年、パウル・エール・リヒは、ロベルト・コッホ自身の誘いを受け、ベルリンに新しく設立されたロベルト・コッホ研究所に、加わった。1896年には、フランクフルトに実験治療研究所が設立され、エール・リヒは、所長に就任した。彼は、 ジフテリアの抗毒素とその血液中での抗体との結合について研究した。彼は抗体が即差と命名と呼ばれる特殊な化学構造を介して抗原に結合するという仮説を立てた。エールリーヒは1894年にエミール・フィッシャーが抗素とその基質感の相互作用を説明するために使用した概念を借りて受容体の感染性因子への結合は 錠米と鍵のはめ合いのようなものだと提案した。彼は1897年に即座説の最初の部分を発表し、1900年にロンドン王立協会で行った講演で、その完全な形を発表した。エールリー比の理論は次のような競技に要約できる。抗体は通常、白血球によって産生されるもので、細胞膜上で即座として働く。 抗体の特異性は与えられた抗原との特異的な相互作用のために存在する。抗原抗体反応は即差を介した精密な結合によって起こる。エールリヒは染料に即差があり、それが発色に関係しているのと同じように生細胞にも即差があるのではないかと考えた。エミール・フィッシャーが酵素は錠媒と鍵のように 受容体と結合しなければならないといったように、これらの側座は特定の毒素と結合することができる。エールリー比は、脅威にさらされた細胞は、毒素と結合するための側座を増やし、それらの追加の側座が切断されて、体内を循環する抗体になると理論づけた。この理論によると、白血球の表面は多くの側座で覆われており、 抗原と科学的な結合を形成している。任意の抗原に対して、これらの即差の少なくとも一つが結合し、細胞を刺激して、同じ種類の抗原をより多く産生し、抗体として血液中に放出する。エールリー比によれば、抗体とは、特定の抗原には結合するが、生物の他の細胞には結合しない、不規則な形をした微視的な三次元の標識と、 考えられる。エールリヒが最初に魔法の弾丸と表現したのは、これらの抗体のことであり、体に害を与えることなく、毒素や病原菌を特異的に標的にする薬であった。エールリヒは、感染性因子と細胞結合受容体との相互作用が、細胞が同じ特異性を持つ受容体をより多く生成、放出するように誘導すると提案した。 エールリヒの理論によると、受容体の特異性は抗原に触れる前に決定され、抗原が適切な受容体を選択したということになる。最終的には、エールリヒの理論のすべての側面が正しいことが証明されるが、ただし、受容体は、可用性の抗体分子と細胞結合受容体の両方が存在することと、結合した受容体が放出されるのではなく可用性の受容体が、 分泌されるという小さな例外を除いてありがとうございます。